ていいと思う。178組目、任命ということで、はい、はい、すみません、自己紹介お願いします。はい、対談の1年目でございます、愚行健通と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。違法な営業ばっかり行かれてるということで。やってませんよ。言わないかせよ。やってない、やってない。1年目ですよ。対談は1年目やけど、芸歴で言うと僕はまあ3年やってました。芸歴3年。まだ3年。そうです。僕は10年サラリーマンやって脱サラして始まったんで、本当に1年目です。年齢で言うと何歳？10個差です。そうなんです。僕が今24歳で、彼が今14歳です。14じゃねえ。ああ、14歳じゃない。34歳です。10個差あったんでね。止めてえげえ。何や今の。僕もボケいらなかったっすか。あ、まあ、10個差あった。できたよ、そんなの。ボケたら止まるシステム。ボケたら止めるシステム。同世代ぐらい見たけど、10個も上。10個上です。なんで組むきっかけは養成所ですよね。どこの養成所？タイタンの養成所っていうのがありました。あれ、何本払うの？50万ぐらいですか。すごっ。まあでもそんなもんじゃないですか。で講師の方、すごい方がいますね。誰が来んの？もう先輩とかも結構来ますね。誰が来んの？ちなみにテリー伊藤さんとかも来ますし。落ち目ね、はい、はいはい、落ち目。テリー伊藤さん来ますし。テリーさんなんか漫才言えんの？あ、でもネタ見ていただくのは、あの元5番6番の猿橋さん。おったな、5番6番もうやめたよね。そうです、もう解散はしてます。いいこと言う、刺さること。あ、でも的を得たことは。で、それ1年間通って、はい、卒業してタイタン所属というか、はい、4月頭に卒業ライブがあって、で5月1日から所属に。その4月の卒業ライブは成績残してなんか受けたとか？あの、受けましたよ。受けました。受けました。順位とかつかないんですけど。何組所属？そうそう、何組所属なん？何組中？13組ですね。18組中13組。ほとんどやよ、もう。ほとんど取ってる。ほとんどなんですよ。俺、タイタン知ってんねんけど、もう全員取る言うてた。聞かないでくださいよ。一応なんかちょっと、ネタ見せ行った。ネタ見せ。タイタンの。一切ダメ出しされへんって聞いたで。はい、そんなことはない。ほんまに、グンピーが言うてたで。一切怒って怒られたりないですよ、みたいな。ああ、でも、そんな厳しく怒られたりはしないです。めちゃくちゃ優しいみたいな。優しいです、優しい。仮所属じゃなく本所属。はい。いや、預かり。預かり所属。うわー、もうクビになる可能性あんねん。頑張ります。預かりはもうやられんねん。まあまあ、まあ、1年契約なんで。1年ごとに切られる可能性はあります。今年の M1 キングオブコントで、はいはい、どっちメインなんですか、コントか漫才？もう僕ら漫才をずっとやってて、 M1 って感じです。これどっちがボケなの？僕がボケなんですよ。そうでしょ、どう見てもそうでしょ。こっちからもう真っ赤ですよ。だってこっちの方が流暢に喋るから。まあツッコミやから。ツッコミですか。そうそうそう。どっちがネタ考えの？でもネタ2人とも考えてますね、割と。そうなんです。誰が好きでお笑いやったん？僕はもうあれですね、天竺ネズミさんの川原さんが大好き。ほらもうそういうネタなんや。全然違う。いや全然違う。違うの？マンジャダイとか好きで言ってるみたいな。ベタ中のベタですよ。最初それをやりたいなと思ってずっとお笑いやってたんですけど、あ、自分じゃできないなと思って諦めました。おー、まあ賢いよね。賢いですね。僕誰が好きなの？あ、でも僕の場合はそれで言ったら10年普通にサラリーマンやってたんで、うん、なんかお笑いに憧れて憧れてって感じでもなくて、じゃなくて、だもともとその学生時代とか見てたのはアンタッチャブルさんとかめっちゃ好きだったんですけど、ずっとそのお笑いにかじりついてきたわけではないので。なんで芸人やろうんだ、10年経って。サラリーマンやってて。バイトに戻ったってこと？いえいえ。就職したまま？いや、もう会社辞めました。脱サラして、うん、で、まあ、この1年辞めたの1年前ぐらいなんですけど、うん、この1年はもう1回貯金とかゼロにしたくて、10年勤めてた分の貯金とか、なんか株とか全部使い切るまではバイトも何もしないと決めて、うん、今何もしてないです。いいの相方？相方できない。なんであとこんな体ごっつなんかやってたの今？いや、それももともと怖ない？怖いですよね。怖くないです。105キロぐらいあって、体重がもともと1年前会社辞めた時に、まあ、ストレスもあっていろいろあって、で去年1年でとにかくもうストレスかかること何にもしたくなくて、もうバイトも1年はしないって決めて。1年間してないの？してないです。今実家2人とも？いえ、全然一人暮らしですね。で、もうそろそろやばいんじゃないの？もうやばいです。もうやばいと思うじゃないですか。
で本当に、うん、やばいと思う。もう貯金額10万切ったぐらいのタイミングで、やばいよ。実はですね、1週間前の収録日の1週間前の4月27日に、うん、優勝賞金100万円の飲むシリカプレゼンツお笑いジャックポットという大会で優勝しまして、そうなんです。何それ100万円ゲットしたんです。100万円ゲットしたんですよ。どこのライブ？飲むシリカっていう水の、はい、飲食のやつやなんだ。それが誰が出てた、それこそミスター大冒険さんとかセンチネルさんとか、はい、若手ばっかりの。そうですね、あの出場条件が芸人の年収100万円未満の芸人しか出れない。俺らでも出れたと。そうですよ、年収が100万円以下だったらって優勝したの。18年目の人とかいましたよね。いましたよ、花井千穂さんと18年目の人とかもいて。え、おもろいんじゃん、優勝したの。売れるんじゃないの。いや、それがですね、優勝して、うん、まあ、いろいろコメントいただいたんですけど、面白いんじゃない。呼ばれてるライブが1本もなくてでもフォロワーがの優勝して2人増えました。え、でもキングオブコントとか、ま、M1 出てないの。まだ去年、組み立てで出て、普通にどっちも1回戦。そうですね、全然可能性あるやん。ごめんな、タメ口で。いや、全然。タメ口はずっとタメ口で。めちゃくちゃ可能性あるんだ。手のひらの返し方が違うやん。優勝するのすごいよね。有名な人いたん。ミスター大冒険さんとかセンチネルさん、あと去年のザ・W 決勝に出たマイアンさんとか。MC がニッチェさんでした。ニッチェ、はい、MC が。そうなんや、すごいな。よかった、ま、その、ま、漫才で。漫才で全然可能性あるやん。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。出ていただいて。いやいや、逆に何の別に出させていただいてありがとうございます。まだまだ、あ、そう、本当にまだまだなんで僕ら。じゃあもう002と偉い差あるやん。ああ、そうですね、002はあれはもういないな、もうあれは天と地の差ですね。それはもうすごい上げなくていいんじゃない。プライベート独身。独身です。2人とも彼女はいないです。ないです。嘘ついたやろ。いや本当です。いや彼女いたらさすがに見つかるだろう。いそうやん。なんで言えへんの。顔も別にそんな気持ち悪くないよ。気持ち悪い。例え方がひどい。あ、ゲイ。実は彼氏がじゃないんですよ。ボケ変えた方がよくない。ボケつまないですか。じゃあツッコミの方が。100万円取ったとは思えないボケだった。おお。すごいな。あれだよ。ノブシリカからの CM とかないもんね。もうないんですよ、ね。ないですね。いや、それはその大会も2ヶ月に1回やってるんですよ。そうなんですよ。次7月にまた出たらいいやん。いや、それがこれで芸人年収100万超えちゃうんで。あ、その出場条件一回優勝したらもう今年は出る。なんでここだったら出んの。いや、もう出ます、出ます。飲むシリカお笑いジャックポットで、これ出ます。出ます。誰でも出れるの。誰でも100万円以下だったら芸人年収。ほんまにもらえた。もらえました。その場で持ち帰りです。元気。お客さん結構入ってる。150人ぐらいのキャパで満席です。審査結果どうやって決まる。審査員長に誰がいる。お客さんが投票。コインが2枚配られるんですよ。それを面白かった芸人に1枚ずつ振り分けてって。で、ちなみに2人その時は100万欲しいからお客さん読んだ。読みましたよ。めちゃくちゃ頑張りました。結構読んだよ。40人ぐらい呼びましたね。そういうあれバレちゃった。すごいな、40人呼べることがあるそう、そこがね、そこがですよ。僕だから10年勤めてたんで普通に皮が剥がれてた。普通にあのやばいバレてきた。普通にあったら面白くないけどバレちゃう。やばいそれ聞かないでください。聞かないでくださいよ。極力隠してんすから。関係ないな。でも実力の恨まれるその時出た。実力はあるけど40人呼んだら優勝するわ。すごい変な雰囲気になってたんですからね。正直センチネルさんのが受けてましたよ。いや関係ない、芸人力としては1位ってことやから。でも100万円はしね。まあまあ本当にもらったんで。有名な審査員とかいいね。完全にお客さんと。MC も有名じゃないし。ニッチェさん。ニッチェぐらい。はいはい。あれは10個も離れてて力関係っていうかあれないの。パワーバランスね。やりにくい。おお。いや逆に、まあ、僕が、まあ、34歳ですけど、僕の 肌年齢が34歳なんで。同い年ぐらいかな。マジでボケ変えたわけじゃん。俺あかんと思う。1回滑ることに2万円ずつ渡して。俺あかんと思う。喧嘩になったらもう謝るやろ。もう腕も太いし、いや怖い。なるの。まあでも喧嘩になんないっちゃなんないです。そう、ネタのことでちょっと折り合いつかへん時はどっちかな。その時はめっちゃライブ出るんですよ僕ら。エントリーライブめちゃくちゃ出るんで、折り合いつかなかったらもうライブでやって受けた。月どれぐらい出てんの。出てる月で言うとね、月20分かかりました。20分って月20分しか行けないです。月20分しか行けない。20分ってなんだよ、うん、
20分しか、まあ、3分ネタを3分6ライブぐらい、ロックライブぐらいしか。M1 準優勝したヤーレンズはもっと出てたけどね。そうですよね。3月が25とか。すごい、ね、はい、それでもすごいわ。1日1回ってこと？外1日2回3回のやつ出てるの？まあ、3回ぐらいの日もありました。愚行剣2です。なん1は1誰か言って、1知らないですか？見たことないですか？なんか2から見たんですか？マジか、ごめんなさい。1は誰か言って、1なんかいないですか？ちょっと用意しとこうよ。絶対言われるやん。確かに確かに言われそう。絶対1言われる、3とか。それこそ1回揉めたことがありまして、ずっとこの2を取りたいっていうのをずっと僕が言って、どっちが言うの、僕が2を取りたいってずっと言ってたんですよ。でも取らせてくんなって、だめ、絶対ダメだ。ちょっとゴミついてるって言っていいですか？頭にゴミついてない。ルート相方何しろ、ちょっと、なんか二乗したくて、相方を、相方を二乗したくて。キリンの川島さんでも無理よ。あ、ほら、あれ、もっとしたいことやってくれるやんのかな、もっとやってくれるお前やし、あかんのちゃう。なんだ、愚行剣2っていうのはどういう意味なの？愚行剣っていうのが、何それ。僕が今、家で犬飼ってまして、犬、犬の犬種の名前が愚行剣なんです。そんな犬おんの？はい、ボケです。そういうもん。いや、もう分からない。マジで難しいか。本当にいいのか思った。だからええ言うても、すいません。本当にいいのか分からない。すいません、ごめんなさい。もっと、まあまあ、普通に。普通に言ってよ、ほんまに。そう、愚行剣って言葉、日本語の言葉があって、漢字で書くと、うん、愚かな行いの権利って言葉があるんですよ。そういう権利があるんですよね。その人は、うん、こう、馬鹿らしいこととか、人にこう、なんでそんなことやってんの、意味ないんじゃないのとか言われるような愚かな行いにも、やる権利があるみたいな言葉があって。僕がその言葉が好きだったんで、なんでそこに2をつけるの？で、その意味が強すぎるなと思って、なんか意味ありすぎで、なんかちょっとぼやかしたくて2つけたんですけど、この2が厄介ですね。コンビ名変えよう。そうですよ、もうじゃあもう滑り台とかで、もともとじゃあもうそういう軽いのでいいよ、なんか重い、なんか、ね、鎖骨にハンガーとかがいいっすよ、ね、それは違いました。鎖骨にハンガーどうも、鎖骨にハンガーでーすとかのがいいっすかね。平場大丈夫？なんかバーって映えてんの？出ます、めちゃくちゃ出ます。受けるときめっちゃ受けそうやん。まあまった、まあまった。結構、身内が多いときは受けますね、やっぱ。芸人に嫌われてる？嫌われてます。みんなからつまりますね。よくわかりますね。でも、確かに。メンタル強いやん。メンタル強いですよ。なかなかだから、いないにはいないと思う。まあまあまあ。だから、嫌われてることに気づかないタイプです。どうすんの？でも、相方も相方で出て。だから、結構そこは組んで1年ぐらいの、まあ、今1年も経ってないですけど、苦労して、最初はなんかどう突っ込んでいいか分かんなくて、それこそおいつまんねえことすんなとか割とこう言っちゃいけないような突っ込みというか、そんなこともしてたんですけど、じゃあちょっとどう突っ込んだ方がいいか Siri に聞いてみます。Hey Siri、どうやって突っ込む？プリッ、あ、お尻が出ちゃった。違う違う、ちょっとごめんなさい、座ってほしい。やめましたもん。突っ込むのやめました。正解で泳がした。 MC に任すか、泳がす方が。今突っ込んでくれる人募集してました。この間挨拶をしてきてくれたのどっち？僕です。ですよ、ええよ。なんで覚えてない？こっちは思った。それはなんで覚えてないの？ちゃんと目合ったじゃないですか。こっちですよ。今のエピソード聞くとこっちがしてきたかなと思って。あ、MC してたもんな。はい、MC させてもらって。こっちの方がちゃんとしてんじゃん。僕は意外にちゃんとしますから。だから社会性はありますよ。社会性は。一切挨拶なかった。いいぞ、挨拶なかったっすよね。いや、すいません。それはすいません。場所がおらんかったからね。それはすいません。それはごめんなさい。遅れて挨拶させてあげていいですか？あ、だけど、待って待って待って、なんか。なんか、そう、顎が出てない。いや、顎出てるよ。いや、もともと。105キロからダイエットしてその太ったっていうコンプレックスがなくなったんだけど、顔がでかいのと顎が出てるっていう2つコンプレックス新しいの入ってきたんだよ。最近ちょっとネットフリックスやめろ。最近ネットフリックスで、シティハンターの主役が決まったみたいで。いや、鈴木亮平じゃねえわ。本当に別に似てもねえから。鈴木亮平さん、いいって。もううちの相方のシティハンター、いいって。もう俺分かった、こっちが悪い。僕も全然今ボケきれなかったっす。あんな、いやいや、こっちが悪い。あんな照れてな、ヘラ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 。いやいや、キラーパスすぎたな。パッと言ってほしいよ。僕のボケがそんなわけなんだ。そんなことない。どうしようどうしようと思って。まあまあ、なんかこうね、こうあまりにも分かりやすいパスだと恥ずかしくなるじゃないですか。いや、まあまあ。そんな感じで常にやってくの、平場でも。あ、いや、平場は、すいません、平場はって言うとちょっと今スイッチ入ってないみたいですけど。もっとちゃんとやった。ちゃんとやるよ。仲はいいねな、じゃあ。仲はいいよ。喧嘩はなさそうやね。
まあ、喧嘩とかしないですよ。もう年の離れた兄弟ぐらいの感じなんで。おー、そんなになんかそんなに無茶してもってか、もう無茶してほしいぐらいに思ってるんで、僕はやりたいようにやってくれていい。そんな無茶もしいひんや。無茶全然しますよ。しいひんじゃん。しいひんじゃん。真面目な気がするな。本当に僕今神奈川県に住んでるんですけど、もうここまで今日ほふく電信で来ましたもん。じゃあほんまにはい、違う、じゃあ無茶しますよ。こっち側、こっち側ですよね。いやいや無理や、うん、みんな帰ったのかなと思って。いやだからこれはどう、俺も帰ろうかな。ほふく電信でね。ほふく電信でね。もう物心やっとついた時から芸人。物心、ああ梨心、あみかん心、りんご心、寺田心。よいしょー。じゃあなんでよいしょ。よいしょじゃないですよね。持ち上げられても恥ずかしいですよね。今ね。じゃあ今日反省会じゃないよ。今日反省会。ちょっと今ボケて恥ずかしいですもん。もう本当脇があったら隠れたいぐらい。よいしょ楽やな。よいしょ。またそうなってくる。なんて言ったらええねん。まあまあ、まあ、なんて言ったら。これはそうですね。未だにちょっと正解見つけられてないな。まあまあ、アドバイス的にこのツッコミワードはどのボケにも通用するよみたいなあったりします。いや、クジャク団の、ま、知らないでしょ、あんま芸風。この間ネタ見させていただいて、いや僕で言うと、めちゃくちゃ、いや寺田心で何がおもろいねってバーって叩いて、もう、はい、僕のやつは一刀両断なんで、そんなうまいこと言うタイプじゃないんで。見た目通り暴力で突っ込む。暴力で終わる。この間だってありがとうなっつって暴力振るって。そう、感謝プラス暴力初めて見ました。だからそんなん言われても全然わからない。寺田心、桃心、なし心、りんご心、寺田心。遅れてもやばい。何がおもろいしか言えへん。か、多分客に聞いた。お笑いやめろとか。笑えとか。笑えとか。そういう系じゃん。いつっこにあんのこれ。いや、それこそね、一回僕が漫才のつかみで、どうもーって出てきて、一発ギャグやって、何か言うみたいな。もう任せたんですよ。一回それで、僕が一発ギャグやりました。やって。そしたら笑えって大声でこうやったら、お客さんが3人帰りました。ボちょっと待って、そう俺タイプやんけ。俺も笑えって下向かれたことある。あ、そう。難一発ギャグ突っ込む難しいから。そうね、一発って終わってるからね。そうなんしかもそんなにこう受ける一発ギャグって、まあ、結構難しいんじゃないかな。まあ、むずそんなむずいよ。いや、受けますよ、僕の一発ギャグは。なんか、じゃあほんまにそういう無茶ぶりじゃなく、はい、一番自信ある一発ギャグやってくれ。そうだと思うで。いいですか。全然ちょっと、だけどちょっと僕、バイオリンが得意でございます。はい、バイオリン弾いていいですか。てて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 てが長い。笑った。じゃあ一番自信ある。あれ。じゃあそれはどうする。今トップ。これ一位じゃない。それの笑いや。こいつそれで一位じゃなくてないやろっていう笑いや。え、ほんまに。はい。こんな感じがやっぱり単純で分かりやすい方が。はいはいはい。もっといろいろ考えたやつかなと思ったら手が長いって言っただけやから。あ、いや、ちょっと今日挨拶ちゃんとできてなかったから挨拶だけしていいですか。こんにちは、わっしょいわっしょーい、わっしょいわっしょーい、わっしょいわっしょーい、左肩に入居希望。みなさん、よいしょー、よいしょ。みんな帰りました。よいしょ。それは面白くなかった。あら、お前そんな意味が全然わかんないです、今のやつ。左肩に入居希望したくない。すごい嫌いになったわ。えあんだけ好きやったのに。すごい。瞬間冷却。あんな面白かったやつが。たまってたもんな。瞬間冷却。あれもう笑う準備してたのに。全然面白くなかった。あんな温まってたのにな。ちょっと謝った方がいいっすか。まだ。謝った方がいいっすよね。それはもう。謝罪ね。謝った方がいい。ごめん。それはちょっと危ない。何が違うんですか。本当に米が好きなだけじゃん。白米がご飯かなだけじゃん。いや、でもいや、その手数はすごい。もうどれか当たったらいいしね。もう手数もありました。足数もありますしね。もうあれあれ。もう縛っとこう、手足縛っとこうな、もうね。そうですね。2人でちょっとキャンプ行かん。ありがとうございます。ありがとうございます。笑ってしまうな。もう、キャンプ行ったら2人でジャンプしましょうね。
そういうとこ。そういうとこが難しいな。難しいですね、やっぱお笑いって。いや、1年目なんだ。山に埋められる可能性ある。まだ1年目がすごいよね。確かに。いやいや、ほんとに。めちゃくちゃ伸びしろあるやん。1年目とか2日目ですね、2日目。そう、もう5月1日デビュー。昨日デビューなんで。わー、でも全然伸びしろもあるやろうし。本当っすか。なんかやってんの？あのツイッターとか YouTube とか。一応 X は、あ、X でか、 SNS の全然ちゃんとつぶやいてる。あ、はいはい、結構つぶやいてる。彼は今 X をやってて、僕は今 Y やってるんですよ。どうもやだ、結構先行ってんだよ。あれ、あ、アップデートしたらあれ Y になるんじゃない？アップデートしたらアルファベット1個ずつ更新されていかないから。そうなんです。僕は今 Y をやってる。そういうちゃいボケじゃないですよ。 YouTube でやってる、自分の YouTube やってないですよね、僕ら。まだやってないです。フォロワー多いの、その X は。僕が今300人とかですかね。ああ、まあまあ、そんなもん。で、彼が今150です。150ですよ、150。なんでちょっとだけ少なく言うの。いやいや、150人じゃないですよ、150万人です。もう漫才ぶっこんでる。漫才やでね。ネタぶっこんでたじゃないですよ。だとしたらつまんなすぎます。こんなの多分さ、こっちやめると思う。なんか将来的にやってそう、こっちな気するわ。なんか心折れてどっかでやめちゃうな、さんずいんだから。黙ったりないの、その静かに。滑るとすごい落ち込みます、やっぱりネタを滑ると。まあまあ、ね、中継がない時とかも全然あるんですよ。その時は本当にもうどうすんの、助けんの、その時。いやいや、そうしないしないです、ほっときます。あ、結構あの勝手治るタイプというか、はい、結構言い返してきたりするんで。そう、なんでもない。言い返すもん。いや、だからこのネタのね話になって、うん、そのネタ何割できたってよく言うじゃないですか。ネタを書いてきてもらってて、ネタ何割聞いたできたっつって、うん、7割できたんだよって言うんですよ、うん、全然できてないじゃないですか、7割って。全然できてないじゃないかって言ったらね、僕なんかお前なんだ、お前フリートーク下手ですね、僕。僕もずっと最低。はい。もう一回。なんか告知とかあれば。もう一回。でっかい声。でっかい声はパワープレイ。でっかい声だ。今もう一回。ないよ、フリートーク失敗しました今。シンプルに。僕今までもうちょっとおバカさんなんですよ。今まで100割まであると思ってたんですよ。100割。100割。10割中の何割ってみんな言うんですよね。僕100割中の何割って言うと思ってて、7割全然できてねえじゃないか。100で言うと7少ないもんね。そんなネタをどのぐらいできてんのって言って、7割できてます。あ、じゃあ7割だとほぼできてんじゃん。ちょっと見してよって。いやいや、7割ですよ。7% ですからって言って、いやお前7割と 7% 同じだと思ってんの？それ違うよ。70% が7割だよって言ったら、切り始めて、いや、いつもなんか関さんは自分が、僕関って言うんですけど、いつも自分が言うことが正しいと思ってるかもしれないですけど、これに関しては絶対僕が正しいですってマジの目で切り始めて。その話二度とやめよう。これどうかめしたね、ごめんなさい。もう YouTube やし、まあ、俺らでも使わんぐらいのエピソードやから。カットですね。それはちょっとやめよう、その話は二度と。絶対しないですもん、僕は。